夏を感じる虫といえばカブトムシ。今回は夏休み特別企画として、つくば市東東にある豊里ゆかりの森で飼育されている昆虫の特集をお送りします。つくば市豊里ゆかりの森にある昆虫館では、およそ5000点の昆虫標本の展示をはじめ、屋外では季節ごとにセミ、トンボ、オオムラサキ、カブトムシ、クワガタムシなどの生態観察ができます。今回は職員の上村さんに館内をご案内していただきました。ゆかりの森昆虫館の上村です。今日は昆虫館の中をご案内いたします。昆虫館入ってすぐの1階には標本が展示してあります。まず最初のこのコーナー、日本産のカミキリムシです。カミキリムシ、日本にいるカミキリムシ800種ぐらいいるんですけども、その6割ぐらいは標本として展示してあります。で、皆さんがよく見るカミキリムシ以外にも、ね、蜂みたいなカミキリムシなんかもいます。後で実際に見てみましょう、ね、飛んでる時も蜂そっくりです。この仲間、細小羽カミキリっていうんですけども、硬い鞘がちっちゃいんです。普通はカミキリはみんな上の羽が硬いですよね。これはちっちゃいマントみたいになるんです。その後ろに柔らかい後ろ羽があって、これで飛ぶんですけども、飛んでる姿も蜂そっくりです。反対側に行きますと、世界の代表的なクワガタと日本のクワガタです。で、これは茨城県産のオオクワガタなんですけども、まあ そこのいる場所は開発で林がなくなったからもう取れなくなった場所です。だからもう貴重な標本になります。オオクワガタの寿命について教えていただきました。3年ぐらいありますね。クワガタも2年以上行きますけど、クワガタの成長になったばっかりか、ね、何年かが経ってるかっていうのは、この、ね、大顎がすり減ってくんです。だから年を取った個体は摩耗してくるから、あ、これは何年か経ってるなっていうので見た感じで区別できます。続いて日本に生息しているカブトムシについて教えていただきました。カブトムシの仲間は5種類ですね。カブトムシのオスとメス、それとこれ台湾カブトムシ、これ沖縄にいます。これはコカブトムシ、これはこちらにここら辺もたくさんいます。で、黒丸コガネ、これも沖縄の方ですね。世界のカブトムシコーナーでは、ヘラクレスオオカブトやアトラスオオカブトなど、日本には生息していない珍しい種類を見ることができます。カブトムシは世界でおよそ1200種が確認されていますが、一般的に私たちがイメージする大型で頭部、胸部に立派な角がある種類は世界中に15種類くらいしかいないそうです。大きなのはやっぱりヘラクレス。生息地はメキシコからコロンビア、ペルーにかけてです。中南米ですね。で、一番大きなそうですけども、重いのはこっちのゾウカブトです。重量感ありますよね、ゾウカブト。これは 重そうですね。もっとずっしりきます、標本でも。ただ昆虫だから、ね、みんな中ガランドですから軽いですけどね。こちらのコーナーは世界一大きなガ、コガネムシなど大型の種や、世界でも長崎県の対馬市にしか生息していない対馬カブリモドキが展示されています。これがフクロウチョウで、上下を逆さまにしてみるとフクロウに見えるんです。だから反対から覗いてもらうとフクロウの目になってます。で、標本にした場合こういうふうにしてフクロウに見えるんですけども、実際はフクロウには見えないんです、野外で活動している時は。だから、ね、博物学の時代に標本を作ってみて、ね、
袋に入れるからで、オールバタフライって言われるんですけども、生態を知らない人たちがつけてますから。世界の蝶コーナーではモルフォという南米のみ生息している貴重な個体を見ることができます。モルフォとは美しく姿が良いという意味で、多くの種類が目のくらむような青い金属光沢の羽を持っています。中でもエウギニアモルフォという蝶は早朝においてのみ活動すると言われる非常に珍しい種です。青く光るモルフォは、これが構造色といって、羽の表面にある鱗粉に色がついてない。普通の蝶々はみんな鱗粉の一つ一つに色がついてるんですけども、それで模様ができてるんですけども、これは光の干渉によってこういう色が出るんです。で、この光を出そうということで、車とかあと衣服に応用したいということで、日産とか帝人とかがいろいろ研究してます。日本では九州の南部にいるツマベニチョウです。先が赤いからツマベニチョウですね。で、これ東南アジアに広くいるんですけども、いる場所によって少しずつ模様が違ってくるんです。同じ種類でね、ところ変われば模様もちょっと変わってきますっていう見本で地図に合わせて展示してあります。続いて地下をご案内していただきました。こちらには国内の珍しいトンボやセミが展示され、生きているカブトムシやクワガタもいます。普通ミンミンゼミってのはこれ黒い門が模様があるんですけども、筑波山周辺にはこの黒い模様がなくなっているオールグリーンというのがいるんです。ミカドミンミンって言うんですけどね、これ筑波山周辺とあと甲府盆地、いくつかのところしか見つかってないです。遺伝的な方ですよね。筑波山周辺でも、ね、木によって違うんです。この木には、ね、これがいるけども横の木にはいないとかね、毎年同じ木に出ますよね。ここは生きた虫を展示しているコーナーです。ここに入っている昆虫は世界最大のカブトムシ、ヘラクレスオオカブトです。まあ、図鑑によってはヘラクレスっていうように書いてありますけども、どちらも正しいです。ヘラクレスオオカブト、あまり活発には動きません。ゆっくりと今水分を吸収してます。これは生きている時は、ね、水分が多いと環境にいると羽の色が濃くなってきます。死んで乾燥すると羽が上のあった標本のような色になってきます。まあ、時々黒くなってるから、そういうのがあれば見ていってください。これはギラファンのコギリクワガタ、もしくはジラファンのコギリクワガタと言います。大顎がすごく大きなクワガタムシの中でも最大級のクワガタムシです。よくから見ると平べったいですけどね、世界最大のクワガタムシといっても間違いではないと思います。上村さんに正しいカブトムシの飼い方について教えていただきました。カブトムシは普通に飼うと1ヶ月、上手に飼うと3ヶ月、ただ細胞の寿命は300日ぐらい。でも飼育して頑張ってもやっぱり半年ですね、6ヶ月。非常に上手に飼ってね、あんまり餌を多くあげすぎない。でしかも新鮮な餌にする。で、甘いもんじゃなくてリンゴなど新鮮なもので、メスを一緒に入れないで子孫を残そうと思って交尾しちゃいますから、普通に飼う場合はオスのフェルトで飼えばいいと思いますけどね。複数飼うと、ね、オスとして喧嘩しますからね。一番強いカブトムシしか餌を食べれないですよね。そこで独占しちゃうから他の子は食べれなくなりますからね。十分入ってるけども餓死する場合もありますよね、独り占めする子がいるから。カブトムシやクワガタが取れるクヌギの木を案内していただきました。これがクヌギの木です。樹皮が、木の皮がこういう感じです。見た感じね、
クヌギの木から、ね、木の汁が出ます。これを樹液っていうんですけども、この樹液は甘酸っぱい匂いがして、ね、昆虫たちの大好物です、ね、夜はカブトクワガタが集まって、昼間はカナブンとかハチとかが来ます。で、あの他にも、ね、コナラにも樹液が出るんですけども、ね、クヌギの方がたくさん出るからクヌギの方がメインになります。ただあのちょっと山の方に行くと、ね、クヌギが減ってコナラになりますから、そちらを探してください。最後に上村さんに子どもたちに人気のある昆虫を教えていただきました。やっぱり一番人気はカブトクワガタですよね。で、標本を見ながら、ね、どこにいるかっていうのを覚えていってもらえれば自分で探せる、ねね、どこにいますかっていうんじゃなくて、昆虫館入ると、ね、いろんな昆虫の本があります。そこでいろいろ勉強していって自分で探す、自分で探して自分でゲットすると、ね、感覚が、ね、また喜びが全然違うと思います、ね、ここにいるからって言われて撮っても全く面白くありません。虫探しの喜びっていうのは自分で苦労して探す、そして一つ探すとね、同じような要領でまた二つ目三つ目って探しますから、ぜひ自分の体で覚えて自然と遊ぶように心がけてください。皆さんもぜひこの夏、カブトムシやクワガタムシなどたくさんの昆虫を観察しに、つくば市豊里ゆかりの森に行ってみてください。